9世紀初頭におけるスペイン偏強領。スペイン偏強領はフランク王国のカール大帝によって設置された偏強領を8世紀フランク王国はイスラーム勢力の侵入に悩まされるようになった721年におけるトゥールーズの戦い732年におけるトゥールポワティエ間の戦いなどがその代表として挙げられる778年カール大帝は自ら ピレネー山脈の南へと進軍し、イスラーム勢力の討伐を図ったが撤退を余儀なくされた。撤退後、イスラーム勢力の再侵入に備え、795年に返境領を設置した。徐々に返境伯領は勢力範囲を広げ、801年にはバルセロナを返境領に加えた。スペイン返境領はパンプローナ、ハカ、ソブラルベ、リバゴルサ、 パリアース、ドルジェサルダーニャ、アンプリアス、ルサリョウ、ジローナ、ウゾーナ、バザルー、バルセローナなどの白領から構成されていた。824年にパンプローナで、後のナバラ王国が起こり独立。同様に、リバゴルサ、パリアースも884年に、ハクラモンの元返京領から離脱した。 ソブラルベは10世紀初頭以降ナバラ王が領した後、11世紀にアラゴン王国となった。また、9世紀末にバルセロナ家のソギフレイッセイタモ博は、バルセロナ博の他にウルジェー、サルダーニャ、ジローナ、ウゾーナ、バザルーの博も兼ね、その後これらの博領は主にバルセロナ家が領した。バルセロナを中心とする、これらの地域が987年に、 カタルーニャ君主国として、フランク王国より独立し、後に、アラゴン王国とカタルーニャ君主国が連合して、アラゴン連合王国が成立した。また、ウルジェイ博領から、今日のアンドラ公国が成立した。ありがとうございます。